練習しお待たせいたしました。由布号を発車いたします。これより約10分間で高原駅へと降りてまいります。鶴見岳の四季についてご紹介いたします。春になりますと、山麓一帯は桜の花が咲き、大勢のお花見のお客様でにぎわいます。山桜が山の中腹を覆う頃になりますと、鶴見岳ではいろいろな花が咲きます。辺りの高原が色鮮やかな緑に変わる初夏ともなりますと、山上では美山霧島がピンク色の可愛らしい花を咲かせます。山の中では山帽子、鶴アジサイ、水木などの花が見られます。夏は市内より10度以上も涼しく、暑さを忘れる別天地です。またナイター営業の際の鶴見岳山頂から眺める満天の星空と別府の夜景は素晴らしいものです。秋になりますと、鶴見岳を包む紅葉が別府湾の青さと調和し、改めて自然の美しさに心を打たれます。冬になりますと、鶴見岳は雪景色に変わり、木々の枝には美しい無常の花が見られます。左手、眼下に広がる湯の町別府は、現在人口約11万7千を数え、年間を通しまして約800万人もの観光のお客様が訪れます。別府温泉は古来より湯治場として栄え、人よ、千両のお湯が湧くと歌われますように、各所からさまざまな泉質のお湯が湧き出しております。ここ鶴見岳は現在でも裏側で天気を上げている活火山で、別府温泉のお湯の源となっております。4本の鉄塔の中で最も高い41メートルの第二鉄塔を通過いたします。進行方向前方をご覧ください。海側の海岸線からそびえております三角形のお山は、日本猿の群生地として知られております高崎山です。高さ628メートルございます。
長らくいたしますと、この湯布号と同時に高原駅を出発いたしましたもう一台のゴンドラ鶴見号が登ってまいります。進行方向に向かいまして左手下三陸方面をご覧ください。ピンクのゴンドラ鶴見号が登ってまいります。ただいますれ違いました地点は1816m のロープのちょうど真ん中です。この辺りから鶴見岳の裾野に見えております道路は九州横断道路山並ハイウェイの一部です。東の起点を湯の町別府に発し、鶴見湯布の裾野を縫い、戦後湯布院を経て、小田、山下の池、そして雄大な半田高原を走り、九十連山の山並みを背に、活火山阿蘇へと至る変化に富んだハイウェイです。この道路は昭和35年秋より工事に着工し、4年の歳月を費やしまして、昭和39年10月3日に開通いたしました。全線阿蘇九十国立公園に属し、太陽と緑の国九州のキャッチフレーズにふさわしい、高原と山々の魅力を集めた道路公園として知られ、山並みハイウェイの呼び名で親しまれております。別府から阿蘇までは約2時間30分で行ける観光道路です。どうぞゴンドラの下の方をご覧ください。ただいま随分高いところを通過しておりますが、地上からゴンドラまでの距離が約80メートルございまして、全コースにわたって一番高いところを通過しております。下の方に見えてまいりましたのは鶴見岳自然公園四季の里です。春になりますと桜の名所として大勢のお花見のお客様でにぎわいますが、その他にツツジ、モミジ、ハギなどございまして、それぞれの四季の風情を醸し出してくれます。四季の里では現在冬桜、10月桜が咲いておりまして、モミジと桜を一枚の写真に収めることのできるフォトスポットです。内駐車場前にあります九州焼酎館では、ここ鶴見岳オリジナル焼酎の二刀長紅鶴見をはじめ、九州各地の焼酎を約500銘柄取り揃えております。また国の重要無形文化財の認定を受けております御田焼の陶器や特産品の日田の下駄などを販売いたしております。名古屋区のご乗車お疲れ様でございました。
約10分間で高原駅へと降りてまいりました。湯の湖訪ねてはるばるお越しいただきましたお客様、また地元のお客様も良き思い出を残し再び別府へお越しの際には、季節によって彩りを変えるここ鶴見岳へぜひお立ち寄りくださいませ。それでは車内にお忘れ物のございませんよう、お足元を気をつけてお降りください。降り口は進行方向に向かいまして右手となります。本日のご乗車誠にありがとうございました。すみません、失礼いたします。